はい、こんにちは、酒井ギタースクールです。米読み行ってみたいと思います。先生の動画でいつか巻き弦の音を言われていたと思います。低音弦の移動時、滑らかに音を出したい時に巻き弦の音が出てしまいます。音を出さないために、指を離すと途切れますし、どうすればいいのでしょうか。はい、いや、これはね、結構難しい話ですよね。まあ僕もたびたび巻き弦の、雑音については言ってるんですけど、まあいろんなパターンがあるんでね、ちょっとそういうパターン別に考えていかなきゃいけないなと思うんですよ。なんで雑音が出るかですよね。でまずそれを知っとかなきゃいけないんです。で別にこう巻き弦上を指で動かすからといって、本当に無理っていう雑音が出るかどうかもやり方次第なんですよね。例えば、大きな雑音が出るきっかけってまず何なんだって話ですよ。大抵こうね、ぐっと力いっぱい押さえるっていうのは危険なんですね、そもそもね。ちょっと例えば指先で5弦の4フレット今ぐっと押さえます。結構しっかり押さえてる。でそっから移動する瞬間に、動き出す瞬間に指離すと、はい、カーっていう音が出るわけ。だからまあこういうのがまずそもそもダメなんだよっていうことを知らなきゃいけないわけですよね。だから擦ると全部雑音出るからダメとかそういう話ではなくて、もう最悪の雑音を回避するにはどうすればいいのか、どうやったら最悪のそういう雑音が生まれるのかをいろいろやっぱ自分でやって雑音出してみるといいと思いますね。例えば、ね、ビラロボスの前奏曲1番とか結構ぬるぬるっといったりするけど、これをね、まあこういうのはね、このぐらいはいいと思うんです。嫌な雑音の範囲ではないと、僕の中ではね。それが例えばなんかちょっと危ない音が今出始めてる、こういう時ってグッと力いっぱい押さえてると巻き弦と指がグッて本当ね、密着する感じ、密着、その状態から横滑りするとやばい音がするんですよね。密着してるところからの横滑り、これやばいんですよね。だからそもそもそういう押さえ方をしないこと、でラグリマとかで言ってるのは、音を滑らかにつなげたいんだけど巻き弦を滑らせることでこう雑音がね出ちゃうっていう、このラグリマなんかの場合は1弦側を滑らせて4弦は離して、で出てくる音のどこかが綺麗につながってると巻き弦の方をふっとね一瞬音切って離してっていう風に弾いても滑らかに聞こえるんですよね。だから滑らかに音がつながってるかというのも大事なんだけど、滑らかに音がつながってるように聞こえるのはどういうことなのかを考えなきゃいけないわけで、これ結構企業秘密的な感じだよね。まあいっか。そう。
なんですよ。だからちょっとそういうところを考えなくちゃいけない。で、僕は巻き弦でこう滑らせたい時とか、そういう時はどうしてるかっていうと、指先では押さえないようにしてます。なるべく指の腹付近、指の腹、指先じゃなくて指の腹みたいなね、そこで、ビタッとくっついてるところからの急な動きっていうのが雑音を生むすごいきっかけの一つなんですよ。だから、ちょっと極端に言うやると、こういう風にゼロからえいって動き始めるんじゃなくて、わかりますか、ちょっとちょっとねぬるってこうぬるって動いてあげるような、必要があるんですよね。これね、まあ多分やってみないと感覚つかまないとダメな部分であると思いますけどね。こっからこう行くのとこっからこう行くのと全然違うんです、だからこう巻き弦を使ってこうねスライドするグリッサンドとかそういう動きがある場合は、指の当たり方と動き始めのアクションっていうのをしっかりと変えてないと面白いぐらい雑音になると思います。演奏中なんか特にね、頑張って押さえてるからグッと密着するんです。グッとギュッと密着して、そっからポーンって動こうとするから、こう引っかかった巻き弦たちが一気にキュッって、なっちゃう。なのでグッと演奏中うっと力入ってる、でも動く瞬間およっみたいな、なんかこう、これはちょっと感覚的な問題だよね。まあここまで言えばかなりの情報量だと思いますけどね。これ結構まあその人によってその動かし方が人それぞれだから、まあその人によってこうした方がいいとかはもちろんあるんだけど、まあこれ今の話だけで相当雑音を抑えるテクニックが何なのかっていうのがね分かったんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まああとはもう練習次第だと思いますけど、まず雑音出てる時になんで出てるのか、どういう瞬間で雑音が出てるのかをしっかりと知ることで、雑音が出ない時どういう感じなのかと、まあ巻き弦とお友達になることだと思います。でまあ、テクニック的には難易度ね高いかもしれないんですけど、まあ、一応ねギター弦でこういう巻き弦をねちょっと研磨してるような弦って売ってるんですよ。だそういう弦使うとこうキューっていう嫌な音がかなり、軽減されます。ただまあ全然出ないとかではないですけど、でもかなり軽減されると思いますね。通常の弦よりも値段はまあまあしますけど、ただ音質もねやっぱりちょっと変わったりするんで、まあどっちにしてもいろいろ試してみるのがいいと思います。はい、というわけで超濃い内容のことをちょっとね今日は喋ってしまいましたね。ぜひやってみてください。